鹿島臨港線は、茨城県鹿島市の鹿島サッカースタジアム駅と、茨城県上須市の奥の谷浜駅とを結ぶ、鹿島臨海鉄道の鉄道路線である。貨物線であるが、一時期旅客営業を行っていたこともあった。鹿島臨海工業地帯への原料、生産品の輸送のために付設された路線である。新東京国際空港への燃料の暫定輸送に、 対する地元への見返りとして、1978年から1983年まで、鹿島神宮北鹿島鹿島港南間で、旅客営業を行っていた。しかし運行は1日3往復で、周辺には当時は、工場のほかに、水電塔しかなく、利用者は1日、約20人ほどであった。燃料輸送のパイプライン完成に伴い旅客、営業は廃止された。 航空燃料暫定輸送鉄道ルート1976年7月22日、国と神須町と茨城県により、新東京国際空港への航空燃料暫定輸送協定が締結された際、同庁議会の決議を尊重して、国は旅客輸送の実現に速やかに努力するという条文が含まれた。これに伴い、同日に運輸省航空局長から鹿島臨海鉄道に、 旅客列車運行の依頼があり、同年12月3日には運行区間や駅設置、本数などを具体的に示した再依頼が行われた。これに対し、貨物輸送を目的とする鹿島臨港線の旅客輸送条件は極めて悪いという理由で、鹿島臨海鉄道はその実施に躊躇していたが、1977年3月25日に航空局長に宛てて、 おおむね二つの内容の要望書を提出した。その後、鹿島臨海鉄道は、株主総会で定款を改正し、同年7月25日に、本来は鹿島臨海工業地帯の物資を運ぶ、貨物専用線の鹿島臨港線で、航空局長からの依頼に従った、駅設置や運行本数による旅客営業を開始した。しかし、1日3往復と金賞の上、 鹿島臨港線内の上須駅や鹿島湖南駅は市街地から離れ、同区間を走るバスよりも割高だったことなどもあり、5年4ヶ月の旅客営業期間中の1日平均輸送人員は27.3人。営業最終年で比較的多くの利用客があった1983年度を除くと17.6人と利用実績は非常に低調だった。そのため、 1983年8月6日に航空燃料輸送が終了すると、鹿島臨海鉄道はすぐに鹿島臨港線での旅客輸送廃止認可を得て、同年11月30日限りで旅客輸送を廃止した。2003年に鹿島臨海鉄道が観光した鹿島臨海鉄道30年史」でも当線の旅客輸送に関する記述を航空燃料暫定輸送に伴う 旅客輸送都市、1985年から旅客営業を続ける大洗鹿島線とは、その位置づけを明確に区分して、同社の本意による旅客営業ではなかったことを強く示す記述を行っている。なお、同時期の旅客営業実績は以下の通り、出展鹿島臨海鉄道30年史 43P、鹿島サッカースタジアムカミス館は、 2014年3月15日改正時点では、貨物列車が2往復運行されている。そのうち1往復は東京貨物ターミナル駅との間、1往復は越谷貨物ターミナル駅との間で運行されている。ただし、日曜日は東京貨物ターミナル駅発着の1往復は、運休し、機関車の回送列車に変更される。列車の編成は、コンテナ車が主体だが、 上須駅で解体される貨車が連結されることがある。このほか1日1往復の貨物の回送列車が設定されている。またこの回送列車とは別に、大洗鹿島線で使用される旅客車両が上須駅で退泊するため、鹿島サッカースタジアム上須間の回送列車も数往復設定されている。上須奥の谷浜間には平日午前不定期に コンテナ列車が設定されている。鹿島祭りに合わせて運転された鹿島臨港線、臨時旅客列車2005年10月16日、通常は旅客営業を行わない鹿島臨港線で鹿島サッカースタジアム上水駅間の旅客列車が3往復運転された。旅客営業は当日限定のため、雨天にもかかわらず大盛況となった。 営業は6000系2両編成のピストン運行で、列車番号は、第1便、第2便がそれぞれ臨 93D、臨 906D。終点下未駅では7000系の展示、車庫見学会、グッズ販売などが行われた。発着ホームは、かつての旅客運転時とは異なり、線上線を転用しての臨時ホームとなった。乗車券は、車内補充券を、 企画扱いとしたもので、普段旅客営業しない鹿島臨港線は路線図にはない。このような経緯から鹿島サッカースタジアムからの往復券限定の販売となった。上須駅の記念入場券も限定発売され、たちまちのうちに完売となった。2007年10月20日にも旅客列車が運転された。使用した車両は6000系3両編成、本数は2往復であった。 また、上瀬駅での乗降はできず、5分ほど停車した後に折り返した。以後も2010年11月13日、2011年10月15日、2012年10月20日、2013年11月9日、2014年11月1日、2015年10月24日、2016年10月22日に旅客列車が運転されている。ありがとうございます。